ジャンゴ・ラインハルト。ジャンゴ・ラインハルトは、ベルギー生まれのジャズミュージシャン、ギタリスト。ジャンゴ・レナルトとも表記される。ロマ音楽とスイングジャズを融合させた、ジプシースイングの創始者として知られる。また、しばしば、ヨーロッパ発の偉大なジャズミュージシャンとも評される。短い生涯の中で後世のミュージシャンに、多大な影響を与える多くの傑作を発表した。女性歌手。 ギタリストのドッチー・ラインハルトは登園にあたる。出生届に書かれた、フルネームは、ジャン・バティスト・ラインハルト、ジーン・バティスト・ラインハート。ジャンゴというニックネームは、ロマ語で、私は目覚めるという意味。両親は、ロマの旅芸人の一座におり、ベルギーのリベルシーに滞在していた時に、ジャンゴが生まれた。幼少の頃から家族と共に、ヨーロッパ各地を旅して過ごし、 ギターやバイオリンの演奏を身につけて育った。1920年からは主にフランス・パリ周辺で生活するようになる。10代前半よりパリのダンスホールで音楽活動を始める。この頃は主にバンジョーを弾いていた。ジャンゴ自身によると、1926年に行った歌手の伴奏が初のレコーディングということでや、1926年に ビリアーノルドのバンドの演奏を聴いて、ジャンゴはジャズに傾倒するようになった。1928年になると、ジャンゴはフランスグラモフォンやイディアル等のレーベルでレコーディングを行うようになる。しかし、この年の10月26日未明、ジャンゴはキャラワンの火事を消そうとして、半身に大いやけどを負う。その結果、彼の右足は麻痺し、 左手の薬指と小指には障害が残った。彼を診察した医師がギターの演奏は二度と無理だと思うほどの怪我であったが、ジャンゴは練習によって独自の奏法を確立し、ハンディキャップを克服した。1931年、後に名優となるフランス人バイオリニスト、ステファン・グラッペリと出会う。1934年にはグラッペリらと共に、 弦楽器のみで構成されるバンド、フランスホットクラブ50増段を結成。1935年には、フランスを訪れていたコールマン・ホーキンスと共演。同年の夏から、ジャンゴのトレードマークとして知られるセルマーターを使い始める。1936年秋から冬にかけて、ジャンゴは、かつてのような放浪生活を懐かしむようになり、 フランスホットクラブ50相談の公演をすっぽかしたこともあった。1937年、CBS のラジオ番組、サタデーナイトスウィングクラブを通じて、フランスホットクラブ50相談の演奏が、イギリスやアメリカでも放送されたが、司会のエドワード・アール・マローが、ジャンゴとステファンが共作した、ジャンゴロジーを、ステファン・グラッペリ作曲と紹介してしまい、激怒した。 ジャンゴが演奏を拒否しようとしたユーハプニングもあった。1938年には初のイギリス公演を行う。1939年夏に行われたイギリスツアーの最中に第二次世界大戦が勃発。ジャンゴらは残りの公演をキャンセルして9月初頭にフランスへ戻るが、ステファン・グラッペリはロンドンに残ることを決意し、フランスホットクラブ50相談は解散。 ジャンゴとステファンは1946年に至るまで他元を明かすこととなった。第二次世界大戦でフランスがナチスドイツに占領されてからもジャンゴは音楽活動を続けた。1940年12月13日に録音された自作曲ニュージは10万枚以上を売り上げる大ヒット曲となる。エマニュエルスデュー1938年より ジャンゴと活動を共にしたベーシストは、2003年に行われたマイケル・ドレーニによるインタビューをおいて、ヌアージュは、占領下のフランスでは、即席のフランス参加のように人々に愛されたと、回想している。1942年、ジャンゴは、モーリス・ラベルや、クロード・ドビュッシーに影響を受け、公共曲、マノイス・アデメス・レーブを作曲するが、ABC 劇場の指揮者から難色を示され、 オーケストラ演奏はされず自前いとなる。翌年2月、ジャンゴは、同曲のメロディを抜粋して、ジャズアレンジでの録音を行った。1946年1月、ジャンゴはイギリスに渡り、再び、ステファン・グラッペリと共演する。同年、ジャンゴは、デューク・エリントンに招かれて、初のアメリカツアーを行った。11月4日にエリントンと初のリハーサルを行った。 エリントンの1曲目のキーは何にするという質問に対し、ジャンゴはキーなんてないと答えて、エリントンを戸惑わせたが、見事にエリントンの演奏についていったという。また、11月24日にカーネギーホールで行われたエリントンとの共演コンサートでは、ジャンゴが大幅に遅刻してしまい、エリントンはジャンゴが出演できなくなったとアナウンスしたが、終演ギリギリに、 ジャンゴが到着したというエピソードがある。エリントンと共に行ったツアーのうち、シカゴ公演での共演は録音も残されている。1949年初頭、名優、ステファン・グラッペリと共に、ローマに渡り、現地のミュージシャンと共に、クラブで演奏。この時の録音は、1961年に、ジャンゴロジーという LP にまとめられた。同作は、録音状態は悪いながらも、 ジャンゴとステファンの作品の中でも特によく知られた一枚とされている。その後ジャンゴは家を売って、キャラバンを牽引するためのリンカーンを、こうし、しばらくルブルジェ周辺で、キャラバン生活をするようになる。1951年からは、セーヌイコールエイコールマルヌ県で家を借りる。1953年3月、ジャンゴは、ディジーガレスピーのブルッセル公演に、ゲスト参加した。 旧地のプロモーターから依頼を受けたジャンゴは最初は乗り気でなかったが出演者がディジーであることを知ると態度を変えすぐに滞在先のホテルから公演会場へ向かったという5月スイス公演を行っていたジャンゴは指の障害や頭痛に悩まされるようにいるが診察を受けることは拒否し続けたこの頃ビングクロスビーがジャンゴをスカウトするためにフランスを訪れているが ジャンゴに会えずじまいのまま帰国しており、フランスへ戻る途中でそのことを知った、ジャンゴは自分にはもう運は向いてこないと感じたという。フランスへ戻った翌日の5月16日、ジャンゴは友人の経営する店で突然倒れ、その日の夕方には死去。死因は脳出血とされた。火傷の影響で左手に麻痺が残ったため、メロディを弾くときは主に、 人差し指と中指で弦を押さえ、薬指と小指はコードを弾く際に、高音源を押さえるのに用いる程度であった。ジャンゴの演奏を記録した映像を見ると、薬指と小指の2本の指を深く曲げたまま、残りの指のみで演奏しているのがわかる。名優のステファン・グラッペリは、メロディメーカー史1954年3月13号で、ジャンゴは、その特殊な奏法から、 独特のコード進行を導入するに至ったという分析をしている。ジャンゴの演奏は技巧の面だけでなく表現力の面でも評価が高い。ギターワールド2008年7月号の記事50ファステストギターリスツ・オブ・オール・タイムにおいてジャンゴのフィンガー・ビブラートはギター界で最も序長的と評された。ジャズの分野では主に伴奏楽器として使われていたギターを ソロ楽器として使用した先駆けであり、アメリカでジャズギターの快素とされることの多いチャーリー・クリスチャン、よもはるかに早い時期からギターを主役とした即興演奏を行っていた。ティブソン・レス・ポールの開発者として知られるレス・ポールは、早くからジャンゴの音楽に強く影響を受け、1930年代中期にはジャンゴに近いスタイルで演奏していたという。また、 ロマ音楽とジャズを融合した音楽性からジップシー・ジャズの回祖とされる。ジャンゴの音楽性の継承者としては、やはり羊がロマであるフランス人、ギタリスト、ビレリ・ラグレーン等が知られる。1992年、ジャンゴにちなんだ音楽賞であるディアンダーがフランスで創設された。アメリカのジャズミュージシャンにもジャンゴの音楽を愛する者は多く、 多くのトリビュート作品が作られた。著名なものとしては、モダンジャズカルテットの楽曲、ジャンゴ、1953年初演、ジョーパスのアルバム、4、ジャンゴ、1964年等が挙げられる。ジャズ以外の分野では、オールマンブラザーズバンドのディッキー・ベッツが、ジャンゴ双方にインスパイアされて作曲した、インストゥルメンタル、ジェシカ、オールマンブラザーズバンドのアルバム、 ブラザーズシスターズ収録等が知られる。日本ではゴンチチがジャンゴからの影響を公言しており、2003年にはゴンチチが選曲を担当した日本企画のコンピレーションアルバムゴンチチリコミューンズジャンゴがリリースさた。映画ギター弾きの恋の主人公、エメット・レイは自分は世界でもジャンゴ・ラインハルトに次ぐギタリストだと信じているという設定になっている。 2002年のコンピュータゲームの BGM にはジャンゴの楽曲が多用されている。ジャンゴの存命時は SP レコードが主流であったため、ここでは CD として入手しやすいコンピレーションアルバムをあげる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。